こんにちは、ライトワークエヴァンジェリストのヒロです。ご視聴ありがとうございます。ですね、今日は自分の天使っていうことに関してのお話をするんですけれど、これですね2回に分けます。で、僕どうしても喋ってるとね話がなくなっちゃうんですよ。いろいろ話そうとしちゃって。でもなんかね、やっぱ今タイパーとかの時代じゃないですか。やっぱ十何分とかの動画ってねなかなかね見られない。いや僕も実際そうですからなのでちょっとねやっぱこれね長くない人なので2つに分けようと思います。はい。で、どういう話をするかっていうと、今回は自分の天使とは何かっていうお話をします。で、次回はですね自分の天使とつながる5つのメリットっていうお話をしたいと思います。ということでですね、自分の天使とは何かっていうことなんですけれど、これはですね、自分のことをサポートしてくれている天使のことを自分の天使と呼んでいます。で、これに関しては大きく分けて2つあります。で、まず1つがですね、守護天使と言われる天使ですね。守護天使っていうのは僕らがこの地球で生きている間、生まれた時から死ぬまでですねずっとサポートしてくれている天使ですね。で、この天使入れ替わったりすることはありません。ずっと同じ天使がサポートしてくれてます。で、基本的に1対1でサポートしてくれてるんで、あなたの守護天使が僕のことをサポートすることはありません。で、人によってはね2体以上の天使がついてる場合もあるんですけど、基本的に1人1体は必ずついています。そして例えばキリスト教とかユダヤ教とかイスラム教みたいな天使とかを信仰している宗教の人だけにしかついてないわけじゃなくて、仏教だろうがヒンズー教だろうが無神論者だろうが、必ずですね守護天使は全ての人についてくれています。で、守護天使っていうのはなんかですね、本当にずーっと僕らに寄り添って応援してくれてるサポーターの天使で、僕らがねこの地上で生きてるといろんななんか辛いこととか苦しいこととか悲しいこととかいっぱいあるじゃないですか。でそういう時ですごい落ち込んだりするわけですけれど、そういう時もね実は本当は一人ぼっちじゃなくて守護天使っていつもそばに寄り添って僕らに愛をね送ってね慰めたり励ましたりしてくれてるんですよ。で、あとは逆に僕らがねなんか人生の中ですごいね幸せな瞬間ってあるじゃないですか。すごい喜びを感じたりとかね、ときめきを感じたりね、なんかラブラブで愛を感じたりとか、でそういう時もこのね守護天使って近くでなんかね祝福してくれてね愛を送ってくれてるっていうようなね、そんなですね寄り添う天使が守護天使です。はい。で、もう一つの天使がですね、ガイドの天使っていうのが実はあります。これはですねあまりね一般的には知られてないかなと思うんですね。指導天使って言われ方もするんですけれど、これはですね、工事のスピリットガイドの一つ、そうですね。まず一般的なスピリットガイドっていうところの、お話をすると、一般的なスピリットガイドは僕たちがこの地球上で生きていくときに現実的な結構導きとか後押しをしてくれるのがスピリットガイドというものなんですね。で、基本的に地球で肉体を持った経験を持つ霊体がガイドにつくので、例えばですね料理人の人には料理人をやってたガイド、でお医者さんには医者をやってたガイドとか、ミュージシャンの人には音楽をやってたガイドみたいなのがつくんですね。で、特にこの職業にね関することのガイドっていうのはすごくつきやすいんですね。で、これ入れ替わったりするんですよ。例えばこれまでサラリーマンやってた人がなんか、ね、目覚めてなんか脱サラしてレストランやるとかみたいなね、修行に行くみたいになった時はこれ料理人のガイドに変わってるんですが、ね、なんかついてたりするんですよ。そんな感じで結構、ね、現実的なこの生きていく時のお仕事とかにね関わることとかの導きをしてくれるんですけれど、実は工事のスピリットガイドっていうのも存在するんですね。で、これは、例えばアセンデッドマスターとかね、いろいろ神様とか女神って言われてる存在だったり、天使、それからなんかね、スターピープル、宇宙人みたいな感じの、ああいう高次元の存在みたいなものがスピリットガイドとしてつくのが高次のスピリットガイドですね。で、これに関して言うと、普通の一般的に生きてる人には高次のガイドはあんまりついてません。もっとね、現実的な仕事とかの導きの方が大事だから、あまりついてなくって、じゃあどういう人に工事の、スピリットガイドがね、つくかっていうと、やっぱりこのライトワーカーですね。ただのライトワーカーじゃなくて、つまり覚醒したライトワーカーです。覚醒するってのはどういうことかっていうと、
なんか自分のライトワーカーとしてのあり方に目覚めて、まあ、自分の使命とか天命を生きている段階が僕はライトワーカーとして覚醒してるっていうふうに捉えています、うん、こういう段階になるとなんかねどんどん、まあ、ライトワークしていくためにですねいろんな工事の存在たちが自分のサポートチームに入ってくれるんですよ。以前もこういうお話でした動画でもしたんですけれどでなんか自分のサポートチームがねできてくるっていう感じなんですね。で、まあ、そういう工事のスピリットガイドの中のガイドので中の一つとしてガイドの天使というのがあります、はい、でこのガイドの天使はまあ、いろんな天使がつくんですけど、まあ、大天使とかが当然つくことっていうのも結構ありますしあとはなんか役割ごとの天使っていうのがいるんですね。うん。なんかその、まあ、こういうのが得意とかこういう役割みたいなのを持っている天使みたいなやつがいて、例えばそのね、まあ、恋愛カウンセラーみたいな人とか、だって恋愛セラピストみたいなヒーラーとかそういう人だったら、パートナーシップの天使たちっていうのがついたりとか、あとはね、もっと癒しとかね、カウンセラーとか癒しとかいるような人のタイプの人には、インナーチャイルドを癒す天使たちっていうのがついたりとか、ね、いろいろですね。うん。あと、まあ、企業コンサルみたいな人だったらビジネスの天使っていうのがついたりするかもしれない。うん。こんな感じでですね、役割ごとの天使っていうのもね、ガイドで入ったりします。はい。工事のスピリットガイドとか、この工事の天使っていうのは、守護天使と違って、やっぱり、ね、入れ替わることがあります。自分がね進んでいくでライトワークって実はもう一生同じものじゃなくて自分が成長して周波数が変わればライトワークそのものが変わっていくっていうことっていうのが結構あるんですよ。そうするとついているガイドの天使なんかももう変わっていきます。うん。いろんなね違う存在がついたりするってことは全然あるので、うん、その時々で変わるんですけど、まあ、いずれにしろもうガイドの天使と守護天使っていうのは私たちを積極的にサポートしてくれる天使たちになります。でこういうやっぱ天使たちとサポートしてくれるんだけれど天使たちって人間の自由意志を尊重するっていう宇宙のルールがあるんですよ。ですからなんか勝手にですね僕らの現実に介入するってことはできないんですね。ですからこちらからですね、まあ、主体的に積極的にコンタクトを取っていっていろんなことを依頼したりとかするといいんですね。むしろそうしてもらうと許可が下りたっていう天使たちは積極的にサポートしてくれるようになるから、うん、いろんなことがですね可能になってくると、うん、そんな感じでですね次回はそのじゃあ自分の天使とつながることにねどんなメリットがあるかっていうのを5つを紹介したいと思っています。はい。ということで今日はですね、自分の天使とは何かということに関してお話をしました。今日の動画がですね、なんか良かったって方はぜひ高評価ボタンとかコメントいただけたら嬉しいし、チャンネル登録もよろしくお願いします。それからですね、ライトワークについてもっと詳しく知りたいという方に無料の、メール講座をお届けしています。ライトワーカーに覚醒するメール講座っていうのがありますので、概要欄にリンクを貼ってあります。ぜひですね、こちら登録して読んでもらえたら嬉しいです。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回よろしくお願いします。